壁回電気鉄道で100系電車とは、現在の名古屋鉄道の前身の一つとなる、壁回電気鉄道が1926年に製造した電車である。現在の名鉄西尾線の前身の一つである、壁回電気鉄道線の開業に備えて製造された。その後、同車線と西尾鉄道線の直通が実施される際に、河川電圧が、 直流1 5 0 0ボルトから6 0 0ボルトへ高圧されることになり、関係会社である、愛知電気鉄道の6 0 0ボルト電化線区対応車で、あるデハ1020型と交換の形で同車へ譲渡。同車と、名機鉄道の合併による名鉄の成立後は、車体が小型であったことから、電気機関車への危機器教室のために、電装会場を実施され、以後は、 四川区で1960年代まで運用された。壁海電気鉄道は愛知県壁海郡矢幡町と明治村を結ぶ 11.6km の地方、鉄道線の建設を目的として1925年5月15日に創立された典型的な地方施設であった。同社線は神宮前から岡崎を経由して、 豊橋へと徐々に投信しつつあった愛知電気鉄道岡崎線の培養線としての性格を備え、岡崎線に間村から分岐し、米津へ至る、現在の名鉄西予線の一部を構成する区間を第一期線として建設、1926年7月1日に開業した。この開業に備えて準備されたのが、で100系である。本形式は、 以下の3両が1926年7月竣工として、名古屋市の日本車両製造本店で製作された。設計当時の私鉄電車で、一般的であった、平妻シングルルーフで床下に補強、補正用のトラスロッドと呼ばれる工房を取り付けた13がメートル級の木造車体を備える。最大寸法は、mm、全幅2464ミリメートル。 全長 13,410mm、全高 3,693mm で、側窓配置は 1D5D4D1 の3扉。構成、客用扉は、両端が 840mm 幅、中央が 732mm 幅と、やや寸法を違えてある。つま面は、貫通扉のない3枚窓構成で上部は窓いが、緩やかな円弧を描く。 側窓もつま窓も共に一段上昇式で、側窓幅は7 1 0ト、mm、ル側倉下部には保護棒が2本渡してあった。また、日よけは落とし込み式の鎧戸を備える。座席は扉間にロングシートが設置されており、室内灯は天井中央に等間隔に6機の白熱電球を収めた道具が備わる。車体の基本的なデザインは、 関係会社である愛知電気鉄道の電6系のそれを約3メートル短縮し、側窓を扉間で各2枚ずつ減らした構成となっている。なお、本形式の製作図面の日本車両製造における図面番号は外位で、外い903で基本となった愛知電気鉄道電6系の外い612よりも後であるだけではなく、 反抗性車体となった同社の電7型とさらに、その後の全構成試作車であるデハ3090系の間の調整となっており、幾分時代遅れの設計であったことになる。ウェスティングハウスエレクトリック社や JG ブリル社、それにボールドウィンロコモティブアークス社といったアメリカ企業が製作した機器で、 守備一貫していた愛知電気鉄道とは異なり、アメリカ製機器に加えて、ドイツ製機器を混用しているのが特徴である。WH 社製の HL-272G6 単位スイッチ式制御機を備える。運転台に備わる WH-15D 主管制御機のノッチ診断に対応して、床下の主制御機が、主回路を切り替える、肘度加速制御機である。 この HL 制御機は、河川からの電力を抵抗器で高圧して、制御機電源とするため、電動発電機やバッテリーといった補助電源装置を、別途必要としないという特徴があり、同時期の愛知電気鉄道では、標準的に採用されていたものであった。ドイツワイグ社製直流直巻製流子電動機の、US セル -323B を、 拡大車に2機ずつ吊り掛け式で走加する。同時代の愛知電気鉄道では、WH 車線の WH-556、J6 が標準採用されており、本形式では出力のやや低い機種を選定していたことになる。日本車両製造が、アメリカ JG ブリル車線、ブリル 27MCB-1 をデッドコピーした。 軸距離 1830mm の 27MCB 1を装着する。同時期に愛知電気鉄道でも日本車両製造製の 27MCB 系台車が採用されたが、こちらは同車標準で高速運転に適した軸距 2134mm 仕様で製作されていた。この台車は当初軸受けが一般的であった。 平ら軸受けではなく、ローラーベアリング付きであったとされ、通常のブリル 27MCB 系台車よりも、大型の軸箱を装着可能とするために寸法に余裕を持たせた、ペデスタル周辺部の設計を特徴とする。ドイツクノールブレムゼ社製の空気ブレーキ装置を備える。この時代の日本では、クノールブレムゼ社製ブレーキの採用例は希少で、 本形式の前年にあたる1925年に日本車両製造本店が製作した京都伝統出ない地形電車や高野三電気鉄道がその開業にあたり準備したで101系出に501型に同車製の AMF 自動空気ブレーキを採用したことが知られている程度であった屋根状の一端に通常の皮脂枠パンタグラフを一気搭載する 1928年、壁海電気鉄道が1500ボルトから600ボルトに、高圧すると、出ハ100系電車は、愛知電気鉄道で、波1020型と、車両交換により、愛知電気鉄道に移動。出ハ1010型となる。愛知電気鉄道では、実行線で、旅客運用や、貨物車の牽引に用いられた。1935年に、 名機鉄道と愛知電気鉄道が合併し、名古屋鉄道となると、同社の車両となり、1941年の、形式称号改定によりも1010 10型に改版する。1943年、貨物輸送の増強のために主要電気機器、モーターをでき800系電気機関車に譲り付随車化、左1010型となる。 戦後1955年に制御者化され、1500ボルト用の車両区1010型となる。名古屋鉄道成立以降、三河線や竹花線などで運用されていたまで1500ボルト線、以降は600ボルト線で使用。その後1962年に全車が瀬戸線に移動、翌年区1011が伊比線、谷組線に移動する。 1962年5月に全車が廃車となった。電6系の側窓幅は 711mm で、本形式より 1mm 広いが、これは、ヤードポンド製の寸法をメトリックに変換する際に、切り捨てを行ったもので、実質的な窓幅は同一である。なお、電6系の側窓は3枚ずつ2組で6枚が、扉間に備わり、 中央に 254mm 幅の太い窓柱があった。この台車の設計について鉄道研究家の吉尾久志春は愛知電気鉄道が自社車両での採用の前に関係会社である壁回電気鉄道向けの本形式で五郎軸受けの試験を行ったのではないかと推測している。ABCDEFGHIJK 日車の車両シ図面ン戦前私鉄返上、P263ABCDEFG、名鉄木造車交代化の KFP46、ABCDEFG、名鉄木造車交代化の KFP45、ハット AB、日本車両製品案内昭和5年、P6ABCDEFGH、鉄道ピクトリアル通関859号、P61、 鉄道ピクトリアル通関859号、P58AB。鉄道ピクトリアル通関624号、P105。日車の車両シ図面ン戦前私鉄返上。P214。日車の車両シ図面ン戦前私鉄返上。ピアニッシモ。214から百十六 鉄道ピクトリアル通百771号ピアニッシ百174から175レール通三35号ピアニッシ六61から63レール通三35号 P61 レール通三 35, 35号ピアニッシ六61から 62AB 鉄道ピクトリアル通貫809号 P109ABCD 鉄道ピクトリアルアーカイブスセレクション通関30号、P157、名古屋鉄道車両市長官 P82AB、鉄道ピクトリアル通関473号、P173AB、瀬戸、電100年、P58AB、瀬戸、電100年、P59、名鉄木造車高代課の KFP11、書籍雑誌記事愛知電気鉄道で、破線重軽電車に関するカテゴリー、 ありがとうございます。